はい、夢田チャンネルです。今日はね、いつもではないけど、週3回ぐらいしている、筋トレリハビリを、これから紹介したいと思います。ベンチプレスを使ってね、腕立ては前に見てもらったと思います。あと、ラットマシンによる広背筋のトレーニング。これもね、あの聖火リレーの方で、アップしたんで、そちらを見てください。まあ、それ以外のね、どういうトレーニングをしているかを、今からやっていきたいと思います。では、スタート。今から、スクワットをしてみたいと思います。このシャフトだけで20キロあります。とりあえずね、あのプレートなしで20キロでやっていきたいと思います。まず麻痺側の方をね、しっかり握って、で頭をふぐらして、よいしょ、肩幅ぐらい開いてもらって、ゆっくり下がっていくね。慣れるまではちょっと曲げるだけでいいです、ね、ちょっと曲げるだけで。で、深くしゃがめる人は深くしゃがんでいって立ち上がる、ね、深くしゃがんで立ち上がる。で、これあの最後こう潰れてもこうね、潰れても大丈夫なように、このラック、まあ、こういうふうにね、あのセーフティーガードがあるんで、まあ、この中にしてください。まあ、万が一潰れてもここで受け止めるんで、これ外れてこう外まで出てってね、この辺でスクワットしたらあの受けるところがないんでね、危険なんで、このセーフティーね、このガードの上に落ちるようにしてください。で、ここからしゃがみ込んで、また担いでもいいんですけどね、力のある人は20キロをこう腕の力で持ち上げて戻すと。やってみますね。まずこう テープ、これが芯です、ね、このシャフトの芯です。で、この緑のテープはこの辺担いだら、まあスクワットがしやすいね、そういう感じでテープ目印に貼っています。で、この真ん中持ってラックにかけてみたいと思います。はい、ね、こうね、20キロあるからね、20キロ言うたら、ダンベルで言うたらこれですね。これが20キロのダンベルです。これがこう、上がれば大丈夫。反動つけてもいいですよ、こう足の力、ちょっと膝曲げて、この伸びる力も使ってね。そしたら簡単に上がる。手の力だけやったら上がらん、ね、そうなるんで、足の力も使って上げると。20キロってね、まあまあ重たいんですけど ね、この肩の前後上げたり下げたり、これで僧帽筋刺激して、あの肩こりとかもなくなるんで。麻痺側の方はね、この20キロ無理なんで、まあ5キロぐらい、5キロぐらいを掴んで、で肩を、あんまり上がらんねんけどね、まあそれでも筋肉全然動いてるんで、こっからこうね、ちょっとですけどね、麻痺側は。これいい方でやったら、こんだけ上がるからね、これ僧帽筋が引き上げてくれてるんでね、
僧帽筋鍛えすぎるとここにこうコブができるんですよ。で鍛えることによってこれ担いだ時ね、僧帽筋で受け止めるんでね、肩が痛ないんですけどね、僧帽筋がなかったら直にこの骨が当たったらね痛いんで、ビルダーはみんなこう筋肉の塊なんでね、全然こんな直に担いでも痛くないんですけど、僕の場合は左麻痺があるんで、こんな軽い重量で僧帽筋鍛えてもね、ちょっと筋肉はそんなついてないんで、これ担いだら痛いです、直に担いだら。でそのためにこういうクッション、これをねシャフトに巻いて担いでいます。これによってね、痛みがないです、ない状態でスクワットしてますね。今日は辛かったけど、実際60キロまであと20キロつけてねやるんですけどね、20キロって重たいんで、こう10キロ、これ10キロのプレート見えるかな、これをね2枚ずつ2枚ずつつけたら60キロになるんですけどね。で60キロ担いでこう、まあ、フルスクワットっていうよりはハーフぐらい、ちょっと膝曲げてこのぐらい、このぐらい60キロ全然余裕です、ね。まあこれが筋トレリハビリです、まあ、皆さんね、筋トレする機会があればぜひ軽い重量から始めてね、少しずつ重たい重量に挑戦して、まあ、楽にねこうしゃがんで立つ、しゃがんで立つ、これはできます、まあ、簡単にできます。筋肉ない時は僕もできへんかったからね、発症して回らない時はね、もう何かでこけたりしてこうしなった時は何か捕まらないね、立ち上がることはできませんでした。だけど今はね、筋肉つけたんで、こうなんかねこれだけ見てたら全然なんか健常者に見えるけどね、そんなこと全然ないんですけどね。ではこの辺で失礼します。皆さんリハビリ頑張ってください。